エンタメを推進するコーナーです。ドラゴシです。今日も賑やかですよ。シャオロンです。カオロンです。シアドラゴンズからパネルを持っているのがナマカさん。ユニフォームを担当するのがミズキさん。ブラッドウォーク抽選券を担当カレンさん。このメンバーでお届け。じゃあ今日もタオルから行ってみよう。マスコット ER タイムガーデンシリーズ仕様だね。可愛らしい文字をありがとう。シャオロン、続いてはそうだね、昨日からのホークスの3連戦ガールズシリーズ2022開催中です。もろもろてんこ盛りです。まずは今日お届けしましたドラフトユニフォーム、女性代表者全員にお配りしています。名古屋芸術大学一番デザインコースの学生さんたちによるデザイン、いいんじゃないですか。さあでは来てくれているお客様映してまいりましょう。姉様方似合ってますよ。ぜひ皆さんアピールしてください。上の方もお三方いいですね。お似合いです。そしてタオルもあるのね。お好みの番号を入れたわけですね。いいですいいです。もう少し行けますか。こっちはもうお持ちで、いやいいですね。皆さんお似合いでございます。ぜひ身も心も一つにドラゴンズを応援してまいりましょう。さあ続きまして、今日試合終了後にはグラウンドを実施します。マジで長いな。もうなんか長いやつ見つけた。これですね。ダメ、当選番号5回の表まで終了です。5回表終了後にアナウンスします。どうぞ見逃しなく。さらには興奮できるはガールズシリーズ特別装飾、皆さんご覧になりましたが、もちろん巨大コミュメント、そしてテニス選手の食事保存スポットがございます。お帰りの際にはライトアップもされていたりするのかな。そのあたりもどうぞお楽しみに。そしてマウンド上のマーク、あ、ママが持ってるやつけど、マウンド上の CRE マーク実践かな。またこれね、これとあとはレース、ここもいつも色になっています。どうぞご注目を。さあ今日もやってきたぜ、タオルタイム締めの一言ちょうだい。さあ今日もやってきました。ハッピーコーリーステーキリー最後のなんだこれ、なんだ4でした。お見事です。以上、ドラゴンズのお時間でした。